サムさん学習院大学行ってみたいと思います。本日の長文でございますが、空所補充問題でございます。5問いくんですけども、もうほぼほぼ文法知識が確認できる両問でございますので、頑張っていきましょう。サムさん第一段落でございます。皆さん注釈、アレクサンドル・デュマですね。皆さんそれを踏まえて、まずは空欄1番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。すみません、空欄1番のヒントですが、皆さん、文頭の why, not, for ですね。うにゃうにゃがなければということで、皆さん、仮定法で有名な表現ありましたね。それが最大のヒントでいけそうですね。ですから、正解は2ですよね。皆さん、仮定法の中で使える表現は、皆さん、2しかないですよね。サムさん、続いて空欄2番でございます。お願いいたします。皆さん、ベニスと言われたら、うにゃうにゃを置くという他動詞でしたね。で、他動詞ということは、後ろに目的語があるかなと皆さん見ていただけますと、皆さん、後ろは前置詞プラス名詞で M ですね。ということは皆さん、他動詞の後ろに目的語がないので、皆さんもそんな場合はもう分かりますよね。そうです。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態にすればよかったんですね。ですから正解は、ローですよね。さあ皆さん、続いての段落でございますが、注釈ついておりまして、配置人のでございますね。では、それを踏まえて、空欄3番、お願いします。まず第一のヒントはこの先頭の few ほとんどうにゃうにゃないと、それを皆さん踏まえて選択肢を検討しますよね。で、皆さんもちろん few と言われたらそのほとんどないというその少ないイメージを皆さん持ってるかと思いますが、もし空欄3番にこの辺りの多いという表現を入れてしまうと、少ないと多いで反対の関係ですよね。ですから対比の関係でございますので、当然空欄3番のこの辺りですね、その辺りに bad とかそういう反対を表す表現が必要ですよね。ですからそういう反対を示す表現が間にない中で、少ないからいきなり多い話にはいけないですよね。ですからハート2を×にしていただいて、残るはイートローですが、これの次のヒントは多分このスティルですよね。で、皆さんこれは後でホワイトボードで説明する予定なんですが、ちょっと皆さん考えていただきたいのはですね、このスティルとセットで使えるのはどうですかね。もちろん正解はローですよね。比較級とセットで使えましたね。で、皆さん思い出せますかね。マッチモアとかスティルモア、ましてやウニャウニャ、どうでしょう。さらにはそれの否定、マッチレスとかスティルレスですよね。ましてやウニャウニャないという表現ですね。ですからスティルに対してモア、そしてスティルに対してレス、比較級と併用できてますよね。ですからそれの応用でローが正解ということでよろしいかと思います。サムさん、続いての段落でございます。問いの4番お願いします。サムさん、これはアズとセットで使える表現を選べという感じですよね。もちろん正解はローですよね。 consider A as BA を B だと考えるということでよろしかったと思います。サミさん、最終段落でございます。空欄5番お願いします。サミさん、これは空欄の右側の succeeds 動詞と has grown 動詞ですよね。で、皆さん思い出していただきたいのは、動詞が2つあった場合は接続詞が1つ必要でしたね。ですから選択肢の中で接続詞を選べるとバッチリですね。ですから正解は2のフェザーですね。これでよろしいかと思います。
さあさあ、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報をちょっと黒板にまとめてみましたので、聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず仮定法の否定、そして受動体の知識応答問題ございました。ただこれはもう解説動画ですね、すでに撮影させていただいておりますので、もし知りませんという方いらっしゃいましたら、これでございます。皆さんスマホでご覧になっているかと思いますが、右下のですかね、ボタンがあるかと思いますので、そこにリンク先貼っておりますから、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。そして皆さん、動詞プラス A as B ですね、先ほどの問題で consider A as B が出てきましたが、有名どころを皆さん regard think of look upon、A を B だと思う考えると、まあ、この知識を知っているかどうかという問題でございました。そして今日の大きなポイントは多分これかなと思うんですが、先ほどもコメントしましたが、否定文があってマッチレスとかスティルレスですから、多分この漢字の熟語はですね、皆さん熟語集なんかで見たことがあると、もしくは覚えてるという方多いかと思います。ですからスティルの右側、非角球ですからね、それが皆さんまず大きなポイントであるということと、でそれの応用でこれですね、非角球プラススティルでさらにという感じですね。ですから He opened his eyes ということで、彼は目を開けました。そして opened them much wider still ということですね、さらに大きく目を開けましたよというような感じでよろしいかと思いますが、still と非角球、これはですね、よくセットで問われますので、ですからもしこのあたりですかね、知らなければ、この後ノートを取っていただいて、でノートを取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠してスラスラ言えるというところはいつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。